オートンのボールドレーンから見たアーグルトンの所在地アーグルトンは Google ググが提供する地図上に存在した実在しない街である。2009年12月中旬に訂正が行われるまでこの地名はイギリス・イングランドのランカシャー州オートンに近接した位置に表示されていた。しかし実際のこの場所には空き地が広がっている。 アーグルトンの位置 Google マップ及び Google アースで表示されていたアーグルトンの位置は北緯53度32分35秒整形2度54分43秒北緯53.543度整形2.912度53.543マイナス2.912だったここはランカシャー州ウエストランカシャーにある人口約8000人の村オートンの村域内で リバプールとヨークとを結ぶ幹線道路 A59 がすぐ近くを走っている。Google のデータは他のオンライン情報サービスにも利用されているため、アーグルトンの天気、アーグルトンの不動産、アーグルトンの求人といった、あたかもこの街が実在するかのような情報が多数リストアップされることになった。これら、アーグルトンと関連付けられた人や事業やサービス自体は、 同じ郵便番号 L39 の地域内にある実在のものである。実在しない街、アーグルトンに気づいて最初に反応したのはオートンの隣町オームスカークでウェブサービス会社の社長を務めるマイク・ノーランであった。ノーランは2008年9月、インターネット上で実在するかのように振る舞う幽霊集落のことを自身のブログに書き込んだ。2009年はじめ、 ノーランの同僚であるロイ・ベイフィールドによって詳しい調査が試みられた。特別な何かがあるのかどうか、Google マップが差し示す位置を実際に歩いたベイフィールドはマジックリアリズムや心理地理学において現実と虚構が混交する架空の土地を引き合いに出しながらアーグルトンは一見普通だったと自身のブログに報告した。アーグルトンの発見と探索をめぐる物語は まず地元のメディアによって取り上げられた。2009年11月には、Google マップには存在するが、現実には存在しない街が、世界中のメディアの注目を集めるようになり、インターネット上でも大きな流行を及んだ。Google における、アーグルトンの検索結果は、2009年11月4日現在で2万5千件、同年12月23日には24万9千件にまで、 増加した。ツイッターでも、アーグルトンはよく使われる、ハッシュタグとなった。アーグルトンでこの T シャツを買ってきたとか、ニューヨーク、パリ、アーグルトンであるとかいった文字をプリントした商品を販売するサイトも登場した。argleton.com というドメインを取得した人々は、以下のようなメッセージを記している。アーグルトンという存在を説明する一つの方法は、 著作権トラップである。トラップストリートのように地図の著作権侵害を捉える。ため故意に誤情報が加えられることはあるが、一般にこれほど目立つような形では行われない。グーグルがわざとアーグルトンを記したと疑う人々は、アーグルがグーグルと同じような響きであるとか、アーグルトンはノットラージアノットリアル G のアナグラムであるとか、いった解釈を行っている。あるいは単に、 オートンを、スペリングミスしたものである可能性もある。英国地図学協会会長のダニー・ドーリング教授は、他愛もない間違い以上の何者でもないとみなしている。Google のスポークスマンは、情報の大部分は正確だが、たまに誤りもあるとコメントしており、利用者に誤りをデータ提供者に知らせるよう進めている。Google マップにデータを提供しているのは、オランダに本拠を持つテレアトラス社である。 同社は、このような異常がデータベースに混入した理由についての説明を行わず、アーグルトンは地図から除去されるだろうと述べた。情報の訂正は2009年12月中旬に行われ、以降 Google マップ上でもアーグルトンを見つけることはできない。ありがとうございます。